こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日はいつものビデオデータとは違いですね、ちょっと私の東京セミナーのご案内を、この特別にこの通知するための、YouTube 上げさせていただきます。実はすでにですね、この、私の昇遊という、機関誌でですね、すでに、告知しているんですけれども、第13回西田昌司東京経済政経セミナーを、令和4年の12月5日月曜日、場所はですね、ホテルニューオータニ、ガーデンタワー5階の鳳凰の間で、行います。時間が18時15分、から始めて、まあ、大体、8時前ぐらいに終わる予定でありますけれども、これはですね、今回の講師は、元、駐ウクライナ大使であった馬淵睦夫先生なんですね。で、私との、対談で週刊西田の方で対談してますが、ご存知の方も多いと思います。本当に馬淵先生のお話を聞かれて目から鱗が落ちたという方も、私も含め多いと思いますが、今回特別に、馬淵先生に来ていただいてご講演いただきます。そしてで私も、30分ほど、馬淵先生のお話について私の意見、講演をさせていただきますが、これをですね、会費2万円、これちょっと高いんですね。これは政治資金、を獲得するのが目的の、政治資金規正法の規定する政治資金パーティーですから、まあ仕方ないんですけれども、ぜひ、これをですね、興味ある方は、来ていただけたらという告知であります。一応弁当、と言いましょうかね、夕食は、つけております。2万円で、弁当では高いんですが、内容は馬淵先生と私の話で、なかなか他では聞けない話だというふうに、自負しておりますので、ぜひ、興味ある方は、ご参加いただきますようにお願いいたします。申し込みは西田、事務所、その申し込みの方法とここに、入れておきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。